ドラえもんカート2、星1。ドラえもんという IP を使って作られた原作養殖ゲームの第2弾。ゲームシステムはまるで成長していないし、この辺りからドラえもんゲーイコール勇者スネ夫が爆誕する片鱗を見せ始めるコンコンドルが仕事しないゲーム。この辺りからほぼ全てのゲーム会社は2020年代現在もコンコンドル効果というものが理解できていない。慢性的コンコンドル病を抱えていることがわかる作品なのぜ。このゲームの何がディモールとベネなのかというと、前作からプレイヤーが不満だと思った部分の改善がほぼ一切されておらず、挙句の果てにはゲームシステム自体が解約されているという部分。2から、ドリフトしすぎるとスピンするというクソ仕様が備わったのだけど、これがプレイヤーにとってはストレスでしかないクソ要素なのぜ。開発チームはきっと絶対テストプレイなんかしていないのがバレバレの作品です。例えば絶対に基準にしなければならないゲームにマリオカートというゲームがあるのだけど、あのゲームのクソ優れている部分はドリフトで、必ずコーナーリングの度にプレイヤーに対してミニ加速と呼ばれる現象で報酬心地よさをプレゼントする仕組みが入っているのぜ。またプレイヤーが暇する直線コースにハテナボックス報酬を与えることで、常にゲームをしているときは暇せずに報酬を与えるという作りになっているのぜ。だからカーブの度にプレイヤーに罰を与える仕様のこのドリフトシステムはゲームとしての手におはが全くできていないし、こんなことテストプレイしていればこのゲームクソゲーだなってわかると思うんだよね。それができないところがジパングの企業が慢性的に持っている企業病っていう最終が見えるのぜ。スーパーの女って映画でも、ダメスーパーの従業員のパートさんたちは自分が働いているダメスーパーでは買い物をしないってシーンがあるんだけど、それはもう絶対にすぐにでも改善しなければならないポイントで、開発者が面白いと思えないゲームがプレイヤーが面白いと思うわけがないんだよね。ちなみにこの、開発チームが面白くないと思っているゲームでもランチインされる可能性がある。そのような企業風土は2020年代のゲーム会社もしっかり継承されていて、その辺はこの四つ目を見るとよく出ています。コンコンドル効果というのは、売れないのことが分かっているコンテンツだったりを、せっかく開発費をかけて作ったし、出さなきゃもったいないという精神で発売して、予想通り大爆死するゲームなどのことを指してるのぜ。音楽業界とかで CD をチケットのような投げ売りすることでかさ増しする AKB 商法が流行ったけど、これって、アイドルファンではなくて、潜在的な全音楽ファンに対するヘイトを稼ぐ行為であり、業界全体の衰退を助長するという、いわゆる利益の先食いみたいなものだからおすすめできない方法で、その辺は詳細欄のリンクで日本人アーティストのなんちゃらが示唆しているのぜ。ゲーム業界がこの頃から行っている開発費かけたし、トリマゲーム発売しようぜって行為は、ゲームファン全体だったり、例えばドラえもんという将来の IP に対する評価を下げる行為だから、こういうのを連発すると、キャラゲーイコールクソゲーって認識がゲームファン全体に広まっている昨今の雰囲気を作り上げた要素なんだよね。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。